こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はただ常が検診伊集院ただ胸をお手打ちするってご乱心が引き金になって起こった島津両国を揺るがした動乱省内の乱について語ってくれるんだわよね。ああ、伊集院家の後援だった石田三成の失脚と親父をぶっ殺したただ常が無罪放免されてしまい、自家存続の保障が危うくなった伊集院ただ実は慶長4年うるう3月頃に本領日向省内の居城都の城とそこを取り囲む諸城、省内中に都城に籠城して抵抗する決意を固めるんだが、それに対して島津は京都伏見にいた忠常を両国に帰国させて、討伐の陣頭指揮を取らせることになったのよね。義久はその忠常が戻ってくる前に、島津家の与力大名的孤児になってた老いで佐渡原領主の島津と義久と貢ぎを凝らしてて、伊集院忠実討伐戦に向けての準備を進めてたんだな。義久も忠常の記念すべき当主で竜戦勝利のためにお膳立てしてあげようとしてたのね。で忠常は慶長4年4月末に鹿児島に入ったんだけど、義久は伊集院方が放棄した大隅巡り城の接収など現況について忠常に知らせるとともに、早速今後の作戦方針について協議したいんで、義久の居城と美濃熊に来るように要請して、さらに省内の丘陵守で慶長の駅での四川の戦いで活躍した本郷光久を必ず従軍させるように助言するんだ。義久としてはまだケツの青い忠常に軍事行動の全権を丸投げするのは危なっかしいことこの上ないし、自分が指導せにゃあかんって牢屋心が湧くのは当然だわね。でも前回の最後あたりで言ってたけど、忠常はこの反乱を意地でも自分の力だけで鎮圧してみせるって意気込んでたのよね。まあな、忠常は1ヶ月経っても富の熊に来ることはなくて、義久は重ねて忠常に書状を送って、伊集院勢の拠点の一つ常吉城攻略のための作戦を協議したいんで、富の熊に来るように言ってるんだが、結局忠常が義久のところを訪れた形跡はないんだけどな。義久の指図を受けたくない態度が見え見えだわね。とにかく義久の意向に全部従えっていう。父義弘の渾身のアドバイスは反抗期真っ盛りの息子にガン無視されちゃったわ。忠常は義久と合流しないまま6月上旬に省内北部の妻霧島社に布陣して、義久が担当する南方と合わせて島津軍は2方面に分かれて省内平定戦を展開していくことになるんだけど、義久は忠常の独断専行を追認するような形で、6月22日に開戦するって忠常に通告してるぜ。忠常が鹿児島入りして2ヶ月近く経ってようやく討伐戦がスタートすることになったわけだけど、結構時間がかかったわね。義久と忠常はこの間省内包囲網の構築を進めつつ、伊集院忠実への降伏勧告も継続してたようなんだけど、開戦直前の6月18日に忠実が義弘の重臣川上忠友に送った書状によると、忠宗を手打ち直後とおぼしき、義弘が忠実に宛てた書状には、自分の身の上の保障について十分に配慮してくれるってことだったのに、その後の義久の対応は義弘とは真逆で、自分の省内8万石の大名としての地位を保全してくれれば、開城すると申し上げたのに、義久は無条件降伏を要求してきてたって言ってるぜ。まあ家康から軍事討伐の許可も得てるし、広大な伊集院領を削減するチャンスが巡ってきて、強気に出るのも無理ないわね。さらに義久は省内への通行ルート遮断の措置を取り、伊集院領の境界に放火する挑発行為も行ってたみたいで、忠実の言い分がどこまで本当かはよくわからないけど、相手をじわじわ追い詰めていく。義久の狡猾な戦略で伊集院側の態度も硬化していき、交渉は決裂して開戦に至ったみたいだな。結局のところ義久はいけすかない石田三成と結託して、自分を両国経営からの獣にしようとした。伊集院家を取り潰してやる気満々だったのかしら。そして予定通り6月22日に島津軍は義久が指揮する巡り口と、忠常が指揮を取る高春口の、2方面から同時進行を開始し、島津忠武と樺山久隆の率いる巡り口軍は常吉城を攻撃して、6月25日に城主の伊集院宗右衛門は開城して都の城へ撤退。一方高春口の軍勢は島津と義久を対象として、老練の新納忠元や入木院重時たちの率いる軍勢が23日に山田城を攻撃し、城主長崎久兵衛の城をはじめとする城兵数百人を討ち取って陥落させるんだ。初戦は順調なスタートを切ったわけで、小屋義弘の心配も杞憂に終わったり、はしないかしらね。忠常は山田城での勝利を徳川家康と義弘に報告するんだが、それが届く前に家康は忠常に書状を送り、忠実をさっさと成敗するよう命じると同時に家臣の山口直友を城主として派遣することを伝えて、それを受けて京都にいる義弘も、忠常に怠りなく山口への接待と宿の手配をするように命じてるぜ。へえ、天下の家康が討伐戦をプッシュしてくれるなんて島津にとっては願ったりじゃない。まあ義弘はそう思っていて、家康が省内の乱鎮圧を積極的に後押ししてくれることについて、島津家の評判がアップしてめでたいなんてストレートに喜んでいるんだけど、
ヨシヒサにとってはこれはもろ手を挙げて歓迎できる事態じゃなくてな。ほへ、どうして？ヨシヒロは忠常に京都で島津の監視下に置かれていた忠真の母と兄弟が関東に流罪されることに決まったことも伝えてるんだが、これはつまるところ島津の不代家臣であるはずの伊集院家の処分は島津家では決められなくて、政権側に決定権があるという含みがあるんだな。これまで何回も言ってきてるけど、伊集院忠宗が秀吉から直接所領給付を受けた御朱印集、秀吉自身でもあるっていう二重属性の持ち主だったことが影響してるんだわね。そうだな、義久としてはずるずる鎮圧が長引いて政権側による直接介入を招き、伊集院領就航なんて事態を避けるために、独力でさっさと肩をつけたかったんだろうな。義久は省内の乱をあくまで島津家の内部問題として処理しようとしたけど、その目論みは崩れちゃったのね。しかも家康は7月9日に日向帯の伊藤助武や、肥後人吉の相良頼房といった島津に近接する諸大名に、義久と忠常から要請があったら直ちに大名自身が兵を率いて出陣するよう命令してるし、8月になるとさらに範囲が拡大して、筑後や長和の立花宗茂や豊前中津の黒田長政、肥前福江の後藤春政、日向方の高橋元種たちが続々出陣の意思を表明して、どうやら家康は九州全域の大名に出陣命令を出してたようだぜ。なんか騒ぎがどんどん大きくなって、豊臣政権の威信をかけた大討伐戦になりかねない勢いだわ。あとこの頃在京していて、家康と九州諸大名の取り次ぎ役的ポジになってた寺沢正成も、忠常に上司の山口直友が不明のために伏見に戻り次第自分も九州に向かう意思表示をして、さらに同じく在京していた肥後弟の小西行長も、国元に命じて薩摩大口まで鉄砲隊300人を出動させてるな。省内の乱は単なる島津家のお家騒動じゃなくなったわけだけど、義久は結局どう対応したの？義久は諸大名の助立に感謝の意を表しつつも出陣は丁寧に断り続けて、寺沢正成と小西行長に対して、近隣大名の加勢を中止してくれるようにお願いしてるぜ。義久は意地でも自力で省内の乱を鎮圧する腹積もりだったのね。一方家康は忠常から初戦勝利の報を受けてこれを称しているんだけど、無理を死して軍勢を損耗させないようにも注意してて、家康は早期の鎮圧を命じておきながら、後でも触れるけど上司として派遣していた山口直友に、伊集院忠真の説得工作にも当たらせてて、江南両面からの問題解決を進めてたんだな。家康の本音は形はどうあれさっさと内乱が収まってくれたらそれでいいって考えだったのね。でもなんで家康は乱の鎮静化を積極的に後押ししたのかしら？家康は豊臣政権の執政役として天下秩序の安寧に対する責任があり、省内の乱を自分の主導で解決することで、執政者としての権威を見せつけようとしたのが第一の目的だったんだろうな。ふんふん。他にも理由があるんだけどそれは後で語るとして、ここで島津軍と伊集院勢の戦闘経過に目を移すと、初戦は幸先よく飾ったものの伊集院勢の士気が衰えることはなくて、7月13日に島津軍が陥落させた山田城と妻霧島の陣に伊集院軍が攻撃を仕掛けて激戦を展開し、島津軍は苦戦の末に撃退には成功するんだが、在京している義弘に戦況を伝えた義久の書状には、軍勢への命令が徹底していない、特に義弘帰化の調査家毛勢には頼りになる指揮官が不在で、特に命令がしっかり行き渡ってないってぼやいてるぜ。まあどんの義弘が現場にいないんだし、義弘軍団がまとまりを欠くのはしょうがないわね。義弘は省内に出陣している56歳のベテラン武将山田有信と、慶長の駅での路上海戦で義弘を間一髪のところで救った。種ヶ島久時に連絡して若い忠常に義久の指示を常に仰ぐよう助言することをお願いしてて、なんとか島津軍のまとまりを回復させようと手を尽くしてるけどな。島津勢の指揮命令系統がグダグダなのは別に今に始まったことじゃないから驚きもしないけど、劣勢にあるはずの伊集院勢の指揮が旺盛だったのはなんで？実は島津に加勢を申し出ていた周辺諸大名どもは、裏では伊集院勢とも繋がって物資を支援してたようで、義久は省内への物資流入をやめるよう周辺大名に要請してたんだが、帯の伊藤助武はそれでも省内への物資流通をやめなかったみたいで、さっきの義弘宛ての書状には、朝鮮在陣中に伊藤助武と親交があった義弘から、帯と省内の通行停止を強く要求してほしいって依頼してるぜ。戦国大名って裏表ありまくりの可愛げのかけらもない連中揃いでほんとしょうもないわね。そもそも可愛げのあるやつに戦国大名なんか務まらねえよ。ちなみに省内には石田三成の使者が、伊藤家中の人間に偽装して潜入していたことも義弘は掴んでいて、伊集院討伐は徳川家康による天下公認の決定だってことを強調して、伊藤が省内と繋がってるのが事実なら、一騎同心、伊藤は謀反人伊集院の与党だとみなすって詰めてるぜ。失脚はしてても三成は盟友伊集院家との連絡はしっかり取ってたのね。でもちょっと前まで熱烈な三成信者だった義弘は、
今じゃすっかり家康様の権威にすがるようになっちゃったわね。ところでさっきもちょっと言ったけど、家康の上司山口直友は7月下旬に島津両国に到着して伊集院忠真に会場するよう説得交渉に当たってたんだが、結局これは失敗に終わってしまい、メンツを潰されてブチギレした家康は佐渡原の島津豊久に寺沢正成を島津領に派遣するんで、彼と相談した上での伊集院忠真中罰を命じてるぜ。天下の家康の勧告をガン無視する忠真もかなりの豪のものだけど、平和的解決の道はここで断たれて、武力行使一本槍になったわけかしら。それでも義弘は娘婿にあたる伊集院忠真への説得を継続していて、彼に宛てた書状の中で伊集院忠宗は悪事を企んでたことが露見したんで、忠宗が処断したとご乱用を正当化しながら、会場勧告に堅くなに応じない忠真の対応を責めてるんだが、自分の地位の保証がされなくても主君の命に従って、結果的に成敗されても家の恥辱にはならないが、逆に義久の命令に背いて撃たれたら、それは君臣の義から外れた無道の極みで、内外から馬鹿にされるって理屈を展開してるんだけどな。たとえ一方的に殺されてもおとなしく主君の命令に従うべきだってわけ？でも戦国武士って乱の原因を作った張本人の忠常がドンピシャな手本を見せてくれてるけど、やられる前にやる、舐められたらぶった切るってのが基本メンタリティだし、君臣の義とかのお題目を持ち出されてもそんなもん犬に食わしてしまえだわよねー。義弘は続けて忠真のおそばにはべってるお調子者どもが反乱を煽ったんだろうが、そんな輩は本当にヤバくなったら主君をさっさと見捨てるんで、結局は忠真一人が腹を切ることになるって脅してるな。確かに家臣に裏切られて悲惨な末路をたどった戦国武将なんて実例がそこらにゴロゴロ転がってるしねー。最後に義弘は忠真が出頭すれば所領の安堵は保証できないけど、忠常は受け入れるだろうし、自分からも口添えするんで一切を捨てる覚悟で反乱の罪を詫びろって最後通帳を突きつけてるな。命の保証だけはしてやるってわけで、義弘も大名としての伊集院家を存続させるのは諦めたのかしら。この間にも家康は省内の乱への軍事介入に向けて着々と準備を進めていて、相良より房と伊藤助武に寺沢正成と協議次第速やかな出陣を命じるとともに、小西行長も家康の命令を受けて両国の宇都に戻って出陣する旨を忠常に伝えてるぜ。押しかけ助っ人が続々参上して外部勢力につけ込まれる隙を与えまいとする。義久のせっかくの努力が無駄になる寸前だわね。ちなみに伊集院忠真の支援を受け入れてた加藤清正はこの後に及んでも未だに弾薬の援助などを続けていて、小西行長の両国帰還も省内への出陣のためというよりは加藤清正への牽制って意味合いが強いぜ。てか天下の公敵になった伊集院忠真と未だに気脈を通じてるなんて、家康への背信行為とイコールなんじゃ。それについては後で触れるとして、島津軍は山口直友の和睦交渉失敗もあって軍事行動を再開し、9月2日には山田城に入ってた島津豊久と安永城の伊集院勢が交戦して、10日には島津軍が都の城近くまで近づいて、青田狩作戦での挑発行為で伊集院軍が市場から出撃してきて激戦になり、島津軍は撃退に成功し、野々見谷城まで追撃を仕掛けて城の防御施設を破壊するところまで追い詰めるんだが、自分の被害も大きくて忠常側近の上井兼政が討ち死にする犠牲を出してるぜ。押し気味に戦況を展開してはいるけど、伊集院勢の抵抗も激しくて決定打を与えられてないわね。伊集院軍は省内12都城の市場網をうまく利用して、島津軍が挑発のために都の城に迫ると、他の市場から援軍を出して攻撃してくる戦術に島津側は苦しめられていたんだな。義久と忠常の意思疎通がいまいちな島津軍とは対照的に、伊集院勢は地の利を生かした見事な連携プレーを見せてたのね。そんなわけで乱の勃発から半年近くが経つにもかかわらず、依然として伊集院軍の士気は旺盛で、この戦いが終わった直後に乱の長期化で周辺大名のおせっかいな軍事介入を恐れていた義久は、家康側近の稲秋綱にこの合戦はあくまで島津家の私的な討伐戦なんで、他大名の加勢は不要だし、失敗には終わったけど山口直友が仲介した和平方針自体は未だに有効だから、若手の衆、これは忠常を中心にした主戦派を指すんだろうけど、彼らが反対しても和睦に持ち込みたいって伝えてるぜ。若い忠常の方は力で敵をねじ伏せようとしてたけど、義久は力押しでの乱の早期鎮圧はむずいって判断して、周辺大名どもが乗り込んでくる前には僕で決着させようとしたのね。島津軍が一進一退の攻防戦に引きずり込まれていく間に、上方では家康暗殺計画に端を発する。9月13日の家康による大阪城占拠、27日の西の丸入城という政変が起きるんだけど、
この頃に加藤清正が伊集院忠宗を支援していることが家康にバレたみたいで、義弘が忠宗に送った書状には、家康暗殺計画に関わった疑いをかけられてる前田利長と一緒に加藤清正が上洛を禁止されて、彼が無理やり上洛してくるのを阻止するために、有馬範頼たちの軍勢が淡路に派遣されたって書いてるぜ。秀吉死後に家康派になったとは言っても、所詮は豊臣恩子の大名で完全に信頼できるわけじゃないし、プラス伊集院忠真と立ちになってる事実が明るみに出たら、そりゃ家康の不信はマシマシになるわよね。義弘はさっきの忠常に宛てた書状の中で、清正は協調性ゼロで身勝手な行動が平常運転の男だから、今回も短絡的思考で攻め込んでくる可能性があるんで、日ごとの国境に当たる薩摩泉の防衛を強化して、そこに信頼できる将を置くようにって清正への警戒を怠らないようアドバイスしてるな。敵を支援してるんだから当たり前かもしれないけど、わりかし辛辣な清正表だわね。さらに義弘は鉄拳で伊集院忠真を叩き潰すことに固執する忠常に方針転換を促してて、大阪の不信や肥後情勢が不穏になってる状況から、政権から新たな軍役が課せられる可能性があるけど、乱平定に軍勢を集中してたらそれに応えられなくてまた恥をかいてしまうから、所領を多めに保証するなどある程度の情報しても急いで和睦を結ぶべきだって諭してるぜ。和睦での解決を目指す方向性は一緒でも、他勢力の軍事介入っていう物理的脅威を回避したい義久と、お家の対面っていう観念重視な義弘の思考パターンの違いが面白いけど、前に義弘が忠真に降伏を勧めた時には、ぐずってないで無条件降伏せいって突き放す感じだったのに態度が軟化したわね。忠真はやはり自分の娘婿というわけで、なんとかして助けてやりたいという思いもあったんだろうけど、規定の軍役数を全然揃えられなかった挙句に船一艘で朝鮮に渡海する羽目になるという、文禄の駅でのトラウマが強烈だったのかもな。三成に代わって新しく上司になる予定の家康に、初っ端から醜態を見せつけて心象を悪くするわけにはいかないしねー。家康もこの頃には和睦による早期決着に比重を傾けていて、これは義弘からの提案だったかもだけど、幽閉していた忠真の母親に息子への説得を命じて、忠真母はこれを了承して家臣を派遣してるんだが、その裏では忠真母は各地の寺社に恩敵、島津家滅亡の祈祷を依頼してたんだけどな。夫をいきなりお手打ちにされた憎しみは全く消えてなかったのね。だが家康の思惑をよそに忠常は軍事攻撃を続行し、9月29日に自身が山田城に出陣するんだが、忠常もあれではあってもバカじゃないんで、9月上旬の戦いで伊集院軍の連携プレイに悩まされた教訓を生かして、力任せにゴリ押しする戦法はやめて、志和地城と野々見谷城の間に森田陣と呼ばれる、防備ガッチガチの陣城の構築を開始するんだ。志和地城と野々見谷城の間に鎖を打ち込む形で、伊集院勢の四条網の連携を断つ作戦だわね。森田陣構築作戦は10月2日に敢行されて、義久も敵の注意を引きつけるために宝部城に出陣し、伊集院軍と激しい戦いになってるんだけど、余談ながら江戸時代後期に薩摩藩の国学者白尾国柱が、薩摩に伝わる小路や合戦、怪談や奇人偉人にまつわる話を集めた静の小田巻には、島津家で有名な男色関係にあった美道の平田三五郎と吉田大倉が、この合戦で仲良く討ち死にする話が紹介されてるけどな。まあ多様な価値観が尊重される昨今ですから特に何も言いませんけど、それはともかくこれ以降忠常は森田陣を本陣にして志和地城包囲戦を進めていくんだが、若い忠常が合戦に突っ走る一方で、67歳の義久と65歳の義弘はお互い自分の老いを意識しだしてて、義久が義弘に送った書状には、最近忠常が不肖な態度を見せてるのを褒めつつも、礼儀作法がなってないところがあるのを直したいと言いながら、自分たちの昔語りは今の時代には合わないだろうからしょうがないとも書いてるな。400年以上前の戦国時代人も最近の若いやつは的なことを言ってたのね。老人が若者のやることを腐すのは今も昔も変わらないわ。もっとも義久はそれも時代の流れだって悟ってる点で、そこらの老害とは一線を画してるし、忠常が森田陣構築の陣頭指揮を取るために出陣する前日には、手勢が少ないという理由で、自分直属の兵を忠常に回していて、たとえそこがあれで言うことを素直に聞かない問題児でも、娘婿には変わりないからやっぱ忠常のことが心配だったんだろうな。老人は若者にうざがられながら陰ではサポートに徹して、最後は屍を乗り越えられるのがあるべき姿だわね。で岐阜の義久だけじゃなく実父の義弘も忠常に自分はもうジジイだから、お前の将来のためを思って、武将や当主としての器量が良くなるよういろいろ言ってるんだって書状に書いてるぜ。義弘もこううるさいことを言ってるって自覚はあっても、それでも憎まれ役に徹するわけで、
不詳の息子を持つ親の気苦労は絶えないわねー。まあ、吉久と吉弘が心配するのも仕方ないところがあって、ただ常が総大将の島津軍は経験不足から来るトラブル連発で、10月21日には山田城内で鉄砲用の炎症に引火して火事が起こり、山麓の陣屋が焼失して死人も出る惨事になってるんだが、この2ヶ月近く前に吉弘は伏見で、庄内の戦況を島津のお家芸占いで予測してもらってて、敵からの計略で火をつけられる危険性があるって結果が出たんで、ただ常に用心しろと忠告してたんだが、事件の後に吉弘は、火の近くでの炎症の使用は禁止しろなんていたずらした悪ガキへの説教みたいなことを言ってるぜ。敵の作戦なのか味方の不始末なのかはわかんないけど、火事が発生するって結果は見事的中したわね。でもただ常も朝鮮在人でそれなりの軍務の経験はあったはずだけど、全軍の総指揮官となるとやっぱ勝手が違うのかしら。島津軍が移住院勢打倒のために苦闘を重ねてる間に、家康の命令を受けた寺沢正成は10月10日に薩摩泉に到着して、ついで浜の市で吉久と協議した後、寺沢による和睦仲介がスタートするんだが、交渉は11月中旬まで続くんだけど結局決裂してしまうんだ。ただ実も相当意地っ張りだけど一体何が不満だったのかしら？ただ実の主張は吉久と吉弘で言ってることが違うなど、現行不一致みたいな不義を島津側は数知れず働いてきてて、我が移住院家は島津家不代の家臣で本当は復帰したいけど、こんなんじゃ全然信用できないんで、今後は島津家にご奉公する気は一切ないと絶縁宣言し、寺沢のつてを頼ってどこか別の大名家に転死したい。それで家康の不況を買って成敗されることになっても後悔しませんなんて不穏な発言をかましてるぜ。うげ、ただ実の島津に対する不信メーターは完全に振り切っちゃった感じだけど、島津は吉久と吉弘の2方面のルートからは僕を推進してて、意見のすり合わせがうまくいってなかったのかしら。家康は庄内の乱が収まる気配が全くないことにイライラしてて、交渉決裂で戻ってくる寺沢の復命を待たずに、山口直人もまたまた派遣しているんだけど、この頃家康はただ常に慶長の駅での撤退交渉で、保険のために島津が民軍から人質に取っていた亡国家を民に送還するよう命じてるんだが、ここに家康がなんで庄内の乱収集にアクティブだったのかについての理由の一つがあってな。って言うと、家康は大明貿易のために、秀吉の朝鮮出兵のせいで破壊された明との関係修復を考えていて、人質亡国家というカードを持つ島津領国が早く安定することを望んでたんだな。そういや大琉球外交のノウハウを独占してたせいで、豊臣政権は吉久の首を完全には切れなかったって話もあったけど、国際関係に大きく影響を受けるのが島津家と中央政権との関わりの特殊性だわね。加えて前もちょっと言ったけど、家康は暗殺事件への関与を疑われている大老前田と品川の上洛を禁止していて、北陸方面の情勢が予断を許さない状況の下で、これ以上の政情悪化の種を増やしたくない家康は、島津領の混乱を放置しておくことはできなかったんだな。なるほどね。で寺沢正成の和睦交渉失敗で、森田陣を築いて戦局の打開を目論むただ常は軍事行動を再開するんだけど、12月8日に移住院型の安永城の武将白石栄仙が挑発のために撃って出てきて、まんまと釣られたただ常は出撃を敢行したんだけど見事に罠にはまって、中霧島付近で多数の死傷者を出す惨敗を喫してしまうんだな。おとなしく陣にこもってらんないただ常の若さがもろに出てしまったわね。移住院軍は島津軍の指揮を削ぐために、討ち取った島津兵の首百余球を晒し物にする鬼畜っぷりを発揮してるんだけど、大敗の方を聞いてブチギレした吉久は、直後に二度もただ常に書状を送ってるんだが、若手衆が下地に従わない統率力のなさを指摘しながら、敵が出撃してきた時は絶対に応戦せず、用意周到に策を講じた上で戦うべき、合戦の時は敵情収集が超重要で、やけに勢いよく撃って出てきた敵勢が、伏兵を潜ませてる時は察知が簡単なはずなのに、それに気づかないとはたわけもんがあって、ただ常の軽挙と未熟さを嘆いてるぜ。あらや、ただ常は戦局全体を的確に把握して全軍勢に指示を行き渡らせる。総大将に必須な能力に欠けるって吉久からダメ出しを食らっちゃったのね。せっかく華々しくデビュー戦を飾るつもりが経験値不足を露呈してしまったわ。吉久は大将の劇というものは合戦でいきなり小卒に行き渡るもんじゃなくて、平時から家臣にしっかり指示を出して、統制が取れていてこそ合戦でも周知徹底できるものだって、弟や家臣どもの大暴走に悩まされた経験豊富な吉久らしい助言もただ常に送ってるぜ。日頃の練習の積み重ねがあってこそ本番で結果が出せるっていう、今でも通じるマインドを説いてるんだわね。吉弘も後日にこの無様な敗戦を知って翌年2月にただ常に宛てた書状で、大敗の方は家康にも伝わってる、若手衆が勝手に出撃したことが敗因だとは聞いて呆れるわって一刀両断した後、
休戦の道すなわち戦いのやり方は昔も今も変わらないんだから、経験豊富で武勇に優れた老将たちの進言に、しっかり耳を傾けろって定番のおこごとを浴びせてるぜ。ギフトジップからのダブルパンチで総大将としてのプライドをバキバキに折られて、さすがの悪久作君の HP もゴリゴリに削られちゃったんじゃないの。12月下旬になると山口直友が家康の命を受けて再び島津領に入って、和睦交渉を再開するんだが、年が明けて慶長5年正月13日に都の城に入った山口は、伊集院忠真から、ついには僕を受け入れる現地を取り、義久はそれを森田陣にいる忠常に知らせて、富の熊まで来て山口と協議するようにと指示するんだな。へえ、それじゃようやく反乱収束の目処がついたのかしら。だが忠常は義久の指示をスルーしてあくまで武力鎮圧にこだわり、志和地上包囲継続の挙に出るんだが、この暴走を知った義弘は、忠常がむしろな若手衆どもに煽られてヤンキーの武勇自慢みたいな行動を取ったせいで、和睦交渉に支障をきたしたら山口、ひいては家康の怒りを買うことは超確定で、そんなことになったらどうすんだと叱り、和睦条件が完全に満足できる内容じゃないにしても、ベストよりベターでとにかく山口の交渉に任せた方が、家康の心象も良くなる、今後のことを考えて自重しろって切々と諭してるぜ。ただ常はとにかく敵を完全屈服させなきゃ気が済まなかったのね。若者らしい直情さではあるけど、外交交渉のイロハは相手の逃げ道を塞ぐんじゃなくて、取引と妥協の積み重ねにあるんだしねー。もっとも義弘の書状が届く前の2月5日に兵糧が尽きた志和地上は会場を申し出てきて、城を接収した忠常は鷹城方面への攻撃に移るんだけど、ここに至って伊集院忠真はこれ以上の抵抗は不可能と、2月18日に山口直友の説得を受けてとうとう和睦を受諾して停戦を求めたんだな。いやー、ここで内乱はひとまず終結したわけね。長かったわ。島津側が出した条件は忠真が改めて島津家への方向を誓うことで、対する伊集院側の条件は、忠真の除名と治療の保証だったみたいで、3月10日に忠真は島津重臣の最初厚かずと喜入様様に起承文を提出し、父忠宗が罪化を犯して自分も殺されるところを、山口直友の仲介で片付けなくも除名していただき、さらに官人分の治療地を下されたご幸恩にも感謝し、以後は忠常様に誠心誠意ご奉公することを約束するんだが、翌日に最後まで抵抗を続けていた梅北城も開城して、城内の乱は完全収束するんだな。起承文の上っ面だけ見れば、伊集院忠真が島津に誠心誠意通して降伏したような形になってるけど、一部ではあっても治療地の確保には成功してるから、双方痛み分けみたいな感じかしらね。この後忠真は義久と忠常のところに出頭して家康の仲介で2万石の所領を与えられて、最終的には彼の所領地は薩摩へ1万石に確定するんだけど、家康は庄内をそのまま島津領とすることを認めて、義久がずっと心配していた伊集院領没収という事態は回避されるんだが、忠真の存在はこの後も関ヶ原での島津家の動きに大きな影響を与えることになるんだ。とりあえず旧伊集院領の確保に結果的には成功したけど、まさかの伊集院忠宗を手打ちから始まった庄内の乱は、最後までグダグダ続きで消化不良感が残ったわね。まあな、発端の伊集院忠宗惨殺にしてからが忠常の衝動的犯行だった可能性が高いし、地の利を生かした伊集院軍の巧妙な戦術もあったけど、島津軍も陣頭指揮を取った忠常の経験不足や、義久からの指示無視で統制を欠いてたせいで、予想外の苦戦を強いられたな。最後も家康様の和睦仲介でなんとか終結させた形だし、行き当たりばったり感は九州統一戦の時から全然変わってないわね。ただし家を凌駕しかねない権勢を誇った伊集院忠宗の存在は、たとえ忠常のバーサークがなかったとしても、いずれ大名権力との衝突は避けられなかっただろうし、結果往来とはいえ伊集院家の力を削いだことが、島津家が近世大名として脱皮するための地ならしになったわけで、そういう意味で島津領国を余計なカオスに陥れはしたけど、庄内の乱は重要な意味があるけどな。前回の視聴者さんのコメントにもあったけど、忠常の無謀というか万有な行動が、最終的にはなぜかいい方向に転がってなんか釈然としないけど、人生ガチャをガンガン回し続けられる行動資本が大事ってことかしら。話が長くなってきたんで今回はここらでおしまいにするけど、次回は関ヶ原編にいよいよ突入というわけで、義弘がなぜか西軍に加担してしまう顛末を語っていく予定だぜ。節目の第10回でこのシリーズのメインのお題に行き着いたわね。来週も期待値マックスだわ。それじゃあ皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。